ばんは。こんばんは。こんばんは。暑っ。パーカーちょっと暑いな。こんばんは。今ベッドの上にいます。もう全然ね、ボサボサですけど髪も、ベッドの上が全然動かへんかったな。もう、うわーだ、うわー、チャミスル、あるある、韓国のお酒でしょ、韓国のお酒ありますよ。コールオブデューティーモバイルですね。コールオブデューティー、コールオブデューティーモバイルです。僕がやってるゲーム。めっちゃ寝てた。くそ。はあ。コールオブデューティーモバイルです。面白いよ。うん。こんばんは。そう。ハスの名前か。うん。よよよよ。カレント。もみきくんいらっしゃい。はぁ、暑い。でもパーカーは脱ぎたくないな。うん。今日は休みでした。もう解放されたわ。うん。まあ、次12日ね。でも台風が来てるんですよね。12日ライブだけど一応。うん。おみくしもれた よくないよ。ほんと俺行ったことないもん、しもれたとか。マジで生まれてこの方、ほんとにマジで行ったことないから、ほんとしもれただけはマジでやめたほうがいい。ちょっと暑いな、暑い。もうなんなの、寝起きだし暑い。冷房つけたい。でも冷房つけたら電気代かかるし。くそ。ふざけやがって。ほんと世の中にはなんで電気代ってものが存在するんだろうな。くそが。うわ。熱い。うん。サカちゃん、サカちゃん来てんの。おい、サカタ、サカタ、お前、ほら、サカタ、え、てか、あれ、ゆうき、今日、誕生日、誕生日なの。じゃあ、もう俺、ゆうきに LINE しないけど、ちょっとここで言っとくわ。うん、ゆうき、ほんとに誕生日おめでとう。俺は、ほんとにお前のことが大好きだ。マジで。でも LINE はしない。うん。だからもうここで、ここでもう、まあ、誰かが、
僕のねこの配信を画面収録で録画してもらってポーンと送っていただいてちょっと喧嘩しないで、ほんともみきくんマジで本当に喧嘩だけやめて。俺喧嘩したことないから、生まれてこの方喧嘩だけは本当やめてほしい、ガチで。喧嘩しないでよ、本当喧嘩はよせよ。まったく、頼むから喧嘩をしてくれ。ね。なあ、喧嘩すんなよ。カズマくん今日も可愛いです。ありがとう。もっと褒めてください。褒めてね、伸びるタイプですおじさんアイコンから怖い、わかる。ねえ、ちょっとだけ明るくしたよ。暑いね。もう台風とかほんとやめてほしい。もう台風だけはもう嫌い。ほんと台風でいいと思ったこと一つぐらいしかないな。小学校の時に学校が休みだったぐらいかな。その時ぐらいかな、台風がいいと思った時は。本当に。いや、もみきくん治安悪すぎるよ。さかちゃんおやすみ。ありがとう。台風やだよね。いやー暑い。いや今日ね、新曲レコーディングしようと思って、そう、新曲レコーディングしようと思ってライカのね、でまあめっちゃ早く起きたんですよ、今日9時ぐらいに起きて。でこれ撮れるなと思って、まあ3時ぐらいにも声とか出して3時とかに撮ろうと思って、ね、そう、これ撮れるわと思って3時ぐらいに撮ろうと思って、まあご飯食べてたら寝ましたはい、そう、撮ろうと思って YouTube 見ながら、まあ、あと1時間後ぐらいに撮ろうと思ってたら、すやーってしてましたねバロタンス、あ、ゲンタ君も来てる、ありがとうございます。ゲンタ君来てくれて、なんか最近結構作曲意欲がねちょっとまた湧いてきて、なんか4曲ぐらい作っちゃおうかなと思って作ろうと思ったんですけど、ちょっと1曲レコーディングしないとまずは作れないなと思って、その今ある1曲をレコーディングしようと今日頑張ったけど寝ましたっていう話です。電車の中で寝ちゃったら、いい声ですね、楽しみ。電車の中で寝ちゃったな、わーい、楽しみにしてます。いや誰がいい声やねん、いや誰がいい声やねん、
寝起きかい？一緒にできるのを楽しみにしとる。しとるって面白いな。しとるでいい声言うとおもろいな。うん。私も授業は全部寝ました。カズマくんがお肉とお寿司って言うからお寿司食べました。美声イケボすぎます。なんだいイケボって。生きてるだけで偉いです。ありがとう。急に急に3歳児。ありがとうね。やばい、テンションがちょっとやばい、テンションがよくわかんない。ウケる。イケボ配信者さん、そう、イケボ配信始まりました。そのイケボでも聞くのかって。ダザヤサメのやつ言ってくれた。僕は、君は僕が好きだよ。君は僕が好きだよ。僕のコメント読みません。はい、もう一回のコメントはこれからスルーしていく形で、あと100分ぐらいやろうと思います。はい、もう一回のコメントは全部スルーするという形でね。君は僕が好きだよ。ちょっとエロまで読むのやばいな。君は僕が好きだよ。君は僕が好きだよ。え、君は僕が好きだよ。君は僕が好きだよ。ちょっと爽やかタイプね、これ。うん、これ爽やかバージョン。爽やかジョー。で、これエルモバージョン。君は僕が好きだよ。で、これがタラちゃんバージョン。タラちゃんでーす。カツオ兄ちゃんは僕のことが好きでーす。うん、はいはいはい。なんつう、なんつうはみんなのこと好きなんつう。もうわかんなくなってきた。はい、うん、スッチリロリロ、スッチのこと好きです。ちょ、やばいやばい、鼻水出そう。うん、塩対応つら。あ、読んじゃった、やばい、読んじゃった。なんちゅう、みんなはなんちゅうのこと好きだ、なんちゅう。ハム太郎さんは僕のことが好きです。あ、面白いな、マジ楽しい。ありがとう、みんな。関西弁むずいな。今ちょっと小栗旬さんっぽかったね。関西弁、僕はイケボじゃないよ。ちょっと今なんか楽しくなってきちゃった。なんか萌木くんバージョン、いや萌木くんバージョンは難しい。萌木くんバージョンは難しい。うん、やばいね。うん、島健と、いや、どうも顔面の作りがちゃうやろ。もう顔面の作りがち、うん、僕は間違ってるよ。あ、なんだっけ、カイジ。あ、もう今カイジのセリフ忘れしちゃった。なんだっけ。あ、カイジのセリフ、ちょっと誰か書いてほしいな、コメントに。あの、なんだっけ、なんだっけ、あの、なんだっけ、忘れちゃった。キンキンに冷えてやがる。ワン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 ダオワン、なんだっけな、なんかあるんだよね。うん、なんだっけ、いや、あるんだよ。ちょっとそれ覚えとくわ。
伸びしろですね。アイドルロキの変態仮面ザワザワ。いや俺のあれゴールデンなんだっけ、番長のさゴールデン、ゴールデン、今すぐ忘れちゃった。僕がゲスト出た時に矢神ライトやりましたね。藤原竜也さんバージョンの、藤原竜也さんバージョンの取るだがね、名古屋の方言で、そうゴールドマウンテン。僕はそうだゴールドマウンテンだ。いやゴールドマウンテン超面白かったよね。俺普通に笑ってたもん、あのリハで、もうリハの段階で笑ってた。多分マジでコメディ的には一番面白かったんじゃないかな。みんなどう思うかな。いや俺マオに会ったことないんですよまだ。会わせてほしい、頼むわ。 I love you I love you I need you ずっと愛されたいあの頃のようにかなわない願いなら歌詞がわからない、歌詞がわからない。 I love you I love you I need you どうして歌詞がわからなくて困る。こちら韓国のリアジのポテチ食べながら見てます。またソロライブ行きたいな、何か食べもミキーラブダオくんの息どうしましたか。歌声が素敵すぎる。全然合わなかった。免許持ってないんですよ俺、やばい。だから結婚した時に奥さんを車に乗せれないね。ダオくんの息をいくら万円です、ダオくんの息転売して金儲け、家から出ずダオの息を転売して金儲け。肩車出して無理です。奥さんが運転のパターンだね、完璧に。カズマくん見てるよ。28歳で免許、あ、ほんと？え、じゃあ全然俺まだ遅くなくない？カズマバイクに、マジで俺バイク乗りたい、マジでバイクめっちゃ乗りたい、本当にバイク乗りたいです。でもバイクの種類とかわからない。じゃあなんで乗りたいんだよって話。キサラキしてご機嫌嬉しいね。ね、翼。安田さん、待ち合いまずしてください。乗したい！でも、子供は一人でいいな。なんか、分散しちゃいそう、愛情が、二人いたら。いや、わかんないけど、多分そんなこと100ないと思うけど、なんか、それを考えちゃうな。生きていけんよ。バイクは事故だけはマジで気をつけてね。教習の内容にバイクあるけど楽しかった、友情どうしてるんですか、パスポート。いや、パスポートもないですね。
カズマくん、鼻声ですか？そう、鼻声です。バイクは高まりましたよ。バイクのタイト君と追求するし、タイト君バイク乗るんだ。いやマジで過保護になっちゃうと思う。もう女の子だったら特に過保護になっちゃうね。もうマジで男に合わせない、普通に。男に絶対合わせない。もう女の子だったら多分やばいね俺。もうモンスターペアレントよマジで。うん、もう本当に男に合わせたくない、マジで。嫁には行かせない。なんちゅうやつだって、なんちゅうお父さんだって、なんちゅうお父さんだよ。うん、もしも君が泣いていたらその涙拭ってあげよう、だからほんの少しだけ、そう聖なるみ、そう聖なるきらめきで、グッバイ君の運命の人は僕じゃない。いや、もみきくんは大丈夫です。はい。うん。女の子が欲しいな。やばい。なんか、あんまり子供っていうか、俺あんまり結婚したいって思わないけど、子供は欲しいって思う。てか、妹欲しい。本当に、この年ですが。もう25歳になってしまいますけれども。俺、本当に妹欲しい。いや、なんか、マジであの、あれ。アンチヒーローの時のあのかやちゃんっていたじゃないですか、あの少女役のかやちゃん。もうね、本当にああいう妹が欲しいね。俺もずっと可愛い可愛いって言ったもん。狂ったように、狂ったように、ヘイ。はい、これあのキサグの新曲ですね、ブラックシーン。狂ったように、ヘイ、ブラックシンドローム、手をつなごう、連れて行くから、深い深い深い夢。かえちゃん可愛いっしょ。マジ可愛いわ、本当に。妹にしたいです。深夜テンションやばいね。いや全然下ネタじゃないんですけれど、相変わら音が、相変わらずたうまいってコメントだけ読む、子供にどんな名前つけたい。なんだろう、誰だろう、なんて名前かな、さくらとか、さくら、無難にね。あーでもやっぱさくらだな。さくらっていいよね。さくらってよくないですか。ずっとこのまま笑い果て、二人年を取った手話くちゃになったとしても、I don't wanna know, I don't wanna cry. もう何かに怯えたくはない。一度きり二度目はない。この人生ゲームの勝者になれ。ああああ We are soldiers. さ、もうそろそろ寝よっかな、また。じゃあみんな、ちょっと唐突に終わっちゃったと、まさかの100人ちょっと超えてましたね。ありがとうございます。こんな時間に適当にやっちゃって。あの15日ショールーム長時間やるんで、皆さん来てください。14日かな、待ってます。はい、
待ってます。じゃあね。